調子はどうだい。あもうねそういうのやめたんだ。うん、なんかもう大福飲み込みがないそうなんだ。何も聞かないでくれ。後悔ネブミダ紹介開口へ興味を冷めたが、はいそうです、正真正銘僕のせいだった。よくある話、単純明快をものにしたくて、かくあるべきという理想を殺してもう散々だって逃げる勇気もない。早くもっと落ちて生きていたいよ。真夜中のウサグとは命の概要、灰色の白ぶち自在も理不尽も孤独も恨まなくていい。それが全て意味はないんだ。僕らは生きるしかない。生きていたいよ、なんでかわからないけど生きてたいよ。 DNA という聖書、本能の行